全然もう問題ないです。1300ルーピー言ったら800円ぐらいなんで、うん、まあ、そこはねあんまりケチらなくていいのかなと。それよりも確実につながる方を取った方がいいと思うんで、SIM フリーのスマホなりを持ってくるっていうまず第一ですね。でここで SIM を差し込んでもらって、で必ずここで設定してもらってつながるのを確認してから行ってください。まずパスポートを出してください。あ、いい。それで必ずそのパスポートを返してもらってください。これ忘れないように、はい、Thank you。え、バーだ。え、キャッシュ OK？ OK。 どっちでもいいよ。キャッシュ、キャッシュいらんぞ。このもらった書いてきたレシートも必ず帰るまで取っておいてください。もし万が一何があった時にこれは必要になりますので、必ず保管してください。滞在中は繋がるとか確認してください。必ずここでね、確認する。はい、繋がってますか？はい、じゃあチェックを。はい、OK、 Thank you。 はい、というわけで今回はね、ダイアログのSIM買い方をやってみましたけど、参考になりましたでしょうか？はい、ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。